日本芸術院は美術、文芸、音楽、演劇など芸術の様々な分野において優れた功績のある芸術家を優遇し検証するために置かれた国の栄誉機関で文化庁の特別の機関である。日本芸術院は芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関である。会員は定員120人以内で終身制である。死亡により 結員が生じた文化ごとに各部文化会員の投票により毎年12月に新会員が選定される文化功労者より低い年金が授与されるがこれは特別職の非常勤国家公務員としての給与名目で支給されており課税対象になる東京都台東区上野公園にある日本芸術委員会館に所在同会館は会員の懇談や会議に使われるほか 展示室では時折、日本芸術院が所蔵する美術作品の一般公開が行われる。毎年6月に天皇皇后が臨席して挙行される日本芸術院賞と恩師賞の受賞式もここで行われる。帝国芸術院完成に基づき設置された帝国芸術院の会賞により設立された。現在は文部科学省設置法に基づき設置されており、 文化庁の特別の機関である、ありがとうございます。